野球選手の不倫がヤバすぎる。ロッテ清田、3回不倫をします。1回目はモデルを妊娠させパズドラの DM で謝罪、2回目はコロナ禍遠征先で不倫相手と感染し露見、傷顔を暴露されました。3回目は2回目の謹慎中に不倫をしロッテから契約を解除されました。阪神和田監督、モノマネタレント星奈々さんとのメールが流出、内容がキモすぎたため話題に。嫁はあんな旦那あげてもいいけど世間体があるから引いて、娘は父親の罵声が飛び交う甲子園でビールを売り、息子は愛しいパパおはようちゅと言いぶん殴られました。